about you. It's all about me. It's all about what we do. Hello everyone. Welcome back to my channel. こんにちは、みゆきです。今日のビデオでは留学に欠かせない6つのアプリについて紹介していきたいと思います。まあ留学って言っても留学の種類はいろいろあって、語学留学だとか大学留学だとかで、私はアメリカのカンザス州にある4年生の大学に通ってたので、まあ今日紹介していくアプリは大学留学している人向けにアプリを紹介していきます。まあ、今大学留学をしている人向けのアプリとは言っても、実際に今語学学校に行ってる人とか英語を学習してる人とかももちろん使えるアプリもあるので、ぜひ参考にしてください。というわけで実際にアプリをこれから紹介していきます。 Without further ado, let's get started. まず1つ目、これは Offline Dictionary App。 これはもちろん辞書のアプリですね。で、辞書のアプリって言ってももういっぱいは種類があると思うんですよ。でも私が特におすすめてか絶対に留学中に必要だなって思うのは、オフラインで使える、インターネットとか Wi-Fi がつながってなくても使える辞書のアプリで、私が使ってるのはこの Dictionary っていうアプリ、これがまあそのアイコンかな。で、これはイギリス英語と日本語を翻訳してくれるアプリなんですけど、全然私アメリカでも使ってました。で、なんでオフラインがいいかっていうと、私が大学してた時は携帯のプランがあって、でそのインターネットの上限があるプラン で結構月の最後とかあのデータ使い切って全然インターネット動かないみたいな時も結構あって、でそんな時に Wi-Fi がなかったりしたらもう本当に何にも使えんくって、で何か調べたいワードとかがあっても普通のインターネットの接続が必要なアプリだとやっぱり繋がらないというか使えない。で、もう一つオフラインのいいところが、大体どの、 あの辞書のアプリも結構広告があのポップアップ、使ってるアプリを使ってる最中に出てきて、でそれが結構めんどくさかった。で、オフラインで使えるやつだとそういうのもあんまりなかったからおすすめです。2つ目のアプリは Forest App。 この Forest アプリはもう大学留学してる人だけじゃなくて、語学留学の人も英語学習中の人も、なんなら仕事してる人だってもう絶対に入れた方がいいアプリです。で、この Forest アプリのいいところは生産性をとにかく高めてくれること。で、使い方としてはまずそのアプリを開いて、自分が集中した時間、何かにフォーカスした したい時間を設定します。例えば30分だったら30分だとかで、その30分スタートした時にそのアプリの中でどんどん植物が育っていきます。で、その30分自分が決めた時間何かをやりきること、30分経ったところでそのアプリの中で育てられてた植物が完成して、で、それはポイントとして加算されます。ただここで大事なのが、その例えば30分自分が集中したい時間を設定した時に、その30分の間に例えば集中力が切れてインスタグラム開こうとかツイッター開こうとかした時に、そのアプリを出ようとしたらその今育てられてる植物がそこで死んじゃいます。で、植物が死んじゃうとポイントも何も加算されないので、そこで試合終了で、私が大学留学してた時はもうこのアプリにすっごい助けられました。で、可愛いのがこういっぱいポイントっていうか、その時間を設定して達成してみたいな、するとだんだん植物、自分の植物がたくさん育っていって自分のお庭みたいな感じにできるのね。で、それがすっごい可愛くってゲーム感覚でやってました。で、このアプリの本当にすごいおすすめしたいポイントが、そうやって自分が集中した時間を決めて頑張って、で植物を育ててポイントを貯めることによって、ある一定のポイントになった時に世界のどこかに本物の木が植えられます。だから自分が頑張れば頑張るほど地球にも貢献できるアプリなので、すごくいいなと思いました。3つ目、これはクイズレットで、このクイズレットは私が大学留学してた時ももう本当によく使ってたアプリで、クイズレットの使い方はいろいろある。クイズの
対策だとか、テスト対策だとか、リーディングにも実は使える。だから、まあ、クイズレットの詳しい使い方、攻略方法についてはまた違うビデオでも発信できていけたらいいなと思います。まあ、主に簡単なクイズレットの使い方としては、自分が受けてるクラスで例えばテストがあるとするでしょ。そしたらまずインターネット上に自分が受けてるクラス名、例えば社会学だったらソーシオロジーって打って、教科書の名前でクイズレットって打つと、どこかで誰か同じクラス同じ教科書を使ってる人が作ってる、すでに作ってくれてるクイズ対策っていうのがあって、でそれを参考にしながらテスト勉強するのがすごくおすすめです。特に100番200番台のアメリカのクラスでは、まあ、ほとんどの学生がこのクイズレット使ってるって言っても過言じゃないぐらいみんな使ってて、だからクイズレットに載ってる情報量もものすごいから、ほぼ何でも見つけられると思っていいと思います。で4つ目が、Apple のこのノートアプリで、これは私は、自分のトゥードゥーリストを作成するのによく使ってました。例えば私は、授業中にラップトップ、自分のパソコンでノートを取ってたんですけど、その時に例えば来週の課題だとか、何か先生がエキストラで課題を出してきた時に、そのノートのアプリを開いてガガガってメモしてました。で携帯にも同じアプリがあって、その携帯のそのノートのアプリとラップトップのノートのアプリをなんていうんだ、コネクトさせてるから、その場にラップトップがない時も自分の携帯にチャチャチャってメモして、そしたら後から自分のラップトップからも見ることができるから、よく使ってました。で5個目、これはポッドキャストで、このポッドキャストは今だんだん最近人気になってきたけど、まあインターネット上で聞ける音声のラジオみたいな感じかな。でポッドキャストを私がどんな感じで具体的に使ってたかというと、まず一つは息抜きに、例えばずっと図書館で勉強しててちょっと飽きてきたなと思ったら散歩行ったりジム行ったりで、その間に自分のお気に入りのポッドキャストを聞くだとか、そしてもう一つの使い方としては、自分のエッセイだとかスピーチのトピック選びに使ってました。私がよく聞いてたバイリンガルニュースとかテッドトークはもう本当にいっぱいトピックがあって、そのもうジャンルも様々で、だから自分がこうスピーチするとか何かエッセイを書くってなった時に検索して、もしくはその聞いてる最中にでも、あ、これエッセイで使えるかも、これスピーチのトピックとして使えるかもっていうのをメモして、でまたそのポッドキャストを保存して後から、ちゃんと聞くっていう使い方をしてました。で最初留学してた頃は私スピーチとかエッセイとか書く機会が多くって、で結構ネタ切れする時があって、でもポッドキャストを使い始めてからはそういう ネタ切れっていうのがなくて、でもむしろテッドトークとか結構面白いトピックがいっぱいあるから、あれも書きたいこれも書きたいみたいな感じに なって、結果ネタに困ることはなかったと思います。でテッドトークとかってよく英語学習におすすめのアプリとかでも紹介されてるけど、本当にその通りで、面白い話も聞けて、でそういう専門的な、単語とかも勉強できるのですごくおすすめです。で最後6つ目が Duolingo。 この Duolingo は、まあ、結構有名な言語学習のアプリ で、私は大学留学の最初の、まあ、1年間半年ぐらいだけ使ってました。っていうのもその後はすごい学校の勉強で忙しくなって、そのアプリを使う暇が全然なかったので、でこのアプリは自分の学習したい言語、例えば英語だとかスペイン語だとかイタリア語だとか、そういう言語を最初に選択して、でするとそのアプリがもう自動的にこういろんなレッスンを用意してくれてて、で、まあ、毎日コツコツと少しずつでもそのアプリの中で英語学習を進めていくっていうスタイルのアプリです。でこのアプリはもう英語を久々に始める人、もう最後に英語学習したの中学生の時とか、まあ初心者からでも初心者からでも始められる英語学習のアプリなので、なんか英語を勉強したいけどどこからスタートしていいかわからないっていう人にはすごくおすすめのアプリです。以上6つ紹介しました。で
もう2つおすすめしたいアプリがあって、でこれはまあおまけとして聞いてください、まず TransferWise。 この TransferWise は海外と日本のお金のその送金とかそういうのに私はすごく使ってました。っていうのもアメリカと日本でお金、日本からアメリカの口座に お金を送るってなった時にやっぱすっごい高いなっていつも思うのが手数料で、この TransferWise を使えば普段払ってた手数料のもう半額以下ってぐらいすっごい手数料が安いから、もう今海外に住んでる人とかこれから留学を考えてる人だとかはもう行く前か今すぐにでもこのトランスファーワイズのアカウントをセットアップして使うことをお勧めします。でもう2つ目のおまけアプリは VIA。 この VIA っていうアプリは、まあ、Uber と同じ配車サービスのアプリで、私がニューヨークに住んでた時によく使ってました。で Uber もすっごく有名なんですけど、この VIA は多分最近出たばっかりで、で Uber よりも断然に安い。ただアメリカの中でも使えない地域があったりするので、まあ今留学中の人は自分がその VIA が使えるエリアにいるかをまずチェックしてみてください。以上、私が留学中に実際に使っていた必須のアプリのご紹介でした。やっぱり留学を成功させるため、このいい成績を取りたいとか、勉強だけじゃなくて他のことも楽しみたいとか、そういうふうに思ってる方はやっぱり効率を意識することがすごく大事だなと思ってるので、こういうアプリ、いろんな今アプリがあると思うんですけど、そういうのを積極的に使ってぜひ充実した留学ライフを送ってください。はい、というわけで今日も見てくれてありがとうございました。もしこの動画が役に立ったと思った方は、いいねボタンを押してください。でチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、 Thank you so much for watching this video and then I'll see you in the next one. Bye!